アビームコンサルティング株式会社は、東京都千代田区に本社を置く、日本のコンサルティング会社。日本発、アジア発のグローバルコンサルティングファームを掲げる。3つの総合力、リアルパートナーを特徴とした、総合コンサルティングファームである。当初、1981年4月に当初、青木監査法人マネジメントサービス部門より独立、当初、 投資ロスコンサルティングとして設立された。その際に、当時の世界ビッグ8の一つであった、投資ロスインターナショナルに参加。その後、デロイトハスキンズセルズコンサルティングとの合併、SAP 専門コンサルティング司会者 X、トーマツの設立、監査法人、トーマツのソフトウェア導入コンサルティング部門、及びマネジメントコンサルティング部門と統合。 トーマツコンサルティング大阪の九州などを経て、戦略 b p r i t までのフルサービスを提供可能なコンサルティングファームを形成する。1997年に会計事務所系ワールドファームであるデロイト投資トーマツのコンサルティング部門であるデロイトコンサルティングに参加する。アウトソーシング事業を行うデロイトアウトソーシング株式会社を設立。 ブラザー工業の情報システム市会社を買収し、デロイトシステムズ、チューブ株式会社を設立、伊藤忠商事、青空銀行とともにイデアキャピタル株式会社を設立、及び重症情報システムとの合弁会社である、株式会社 SCS デロイトテクノロジーを設立。その後、円論事件を発端とした、監査法人との関係性を整理するために、 再度日本主導での独立を模索し、2003年に監査法人東松と資本関係を解消、デロイト投資東松からも脱退し、同時にデロイトコンサルティンググループから離脱した台湾オフィスと共同で独立したコンサルティングファームを形成する。2004年11月に NEC と業務提携し、NEC グループの一企業となった。自動車業界に特化した、 住所はビーム自動車総合研究所 M&A に特化したアビーム M&A コンサルティングを設立する。2009年4月に岩沢敏則が代表取締役社長に就任。2011年2月にかつて独立系グローバルコンサルティングファームの一つであったベリングポイントの欧州拠点を引き継いだ欧州を拠点とするコンサルティングファームである。 ベリングポイント社と提携。社名は当初、東州ロースコンサルティングトーマツデロイトコンサルティンググループ、トーマツデロイトコンサルティング、デロイトトーマツコンサルティングブラックストンと変遷し、2003年より、現社名。なお、2008年7月より、旧トーマツコンサルティングが社名を、デロイトトーマツコンサルティングと変更したが、アビームコンサルティングと直接的な関係はない。 2012年中国、大連に3つ目の GDC を設立。2013年ブラジルオフィス開設。2015年グループアッサ社と業務提携。オプティマムソリューションズ社へ資本参加。2018年ベトナムオフィス開設。アビームという社名にはアジアンビームという意味を持たせており、アジア発、アジア発のグローバルコンサルティングファームとして、 力強くあり続けることへの決意を表すとしている。また、アビームとは、セーリング用語で、横風を力に変えて進むという意味を持ち、最大限の推進力を持って、クライアントのビジネスを支えるという経営理念をも、表す。戦略から、IT 戦略、BPR、システム導入、アウトソーシングまで一貫したサービスを提供する、総合コンサルティングファームである。 欧米流のグローバルスタンダードを単に当てはめていくのではなく、日本企業の意思を尊重しつつ、現地の価値観を重視した日本流のコンサルティングスタイルを取ることが特徴。ERP 分野で特に SAP システムの実装を多数実施してきており、国内で最多の SAP 認定コンサルタントがいる。SAP アワードを11年連続で受賞すると、 日本における ERP システム構築の実績が豊富であるため、海外からの問い合わせや提携案件も多い。各種業界に特化した IT ソリューションサービスを得意としており、戦略、業務等のコンサルティングサービスとシステムインテグレーションサービスの両方ができるのが特徴である。そのため、クライアントには戦略検討や業務改革などの基調の仕事だけではなく、 実際の業務運営やシステム開発等の現場のビジネス実務の検討まで対応させたいと考える現実主義、現場主義の企業が名を連ねている。実務面の効果を強く意識している。企業体質から一部のサービスについては成果報酬などの制度も導入している。システム開発、維持管理のための拠点を中国、マレーシア、北米等グローバルに展開しており、 国際案件はヨーロッパのグローバルコンサルティングファームであるベリンポイントと提携している。特殊領域としてはスポーツ業界にも強みを持っており、2013年6月には J リーグモンテディオ山形の運営パートナー企業となったほか、同年9月に同チームの運営法人として新たに設立される株式会社モンテディオ山形にも出資し大株主となった。 企業としてもヨットの日本代表チームをスポンサードする等の活動を行っている。2017年5月には、元海一ドライバーで現在インリーカーシリーズに参戦中のレーシングドライバー佐藤拓馬選手とパートナー契約を結んだ。2019年2月には一般財団法人日本フットサル連盟とスポンサーシップ契約及びパートナーシッププログラム契約を結んだ。 上海に GDC を設立3つのインダストリー12のサービスラインの2つの軸がある。ありがとうございます。